皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士のぬのめです、今日はですね、瞬発系アスリートの、パフォーマンスを上げるための、サプリメント選びについてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。瞬発系の競技に、求められるものとしてはですね、まあ一つは集中力と神経伝達が、スムーズに行われること、そして、爆発的なパワーを、生み出すこと、というのが、必要になってくるかと思います。まず、集中力についてなんですけれども、やはり集中を邪魔する要因として疲労を感じるというところが、一つ挙げられるかと思います。でその疲労を感じる、メカニズムというのはですね、脳に疲労物質の元となるトリプトファンが、運ばれて、そうすると、脳はですね、疲労物質を作って、疲れたなというふうに感じるようになります。で、その時にですね、実はこちらの BCAA ですね、BCAA という成分はですね、バリン、ロイシン、イソロイシンが入っているものなんですけれども、こちらはですね、実は体に取り込むと、そのトリプトファンが、脳に運ばれる時に、輸送体というのがあるんですけれども、 BCAA も実は同じ輸送体で、運ばれるので、トリプトファンが運ばれる量が少なくなるんですね。そうすることによって疲労物質が作られにくくなって、疲労を感じにくくなるというふうに言われています。ですので運動していて、疲れるまでの時間が、BCAA を取っていることによってちょっと延長するようなことが、期待できるかと思います。そしてですね、瞬発系のスポーツというのは瞬間瞬間で、判断が求められたりですとか、俊敏な動きをしないといけないかと思うんですけれども、その時に、とても大切になってくるのが、神経伝達ですね。この神経伝達が、しっかりと働くことによって脳で判断してそれが行動に移せる、というところが、早くなる、スムーズになるかと思うんですけれども、この神経伝達がスムーズにいくためにはですね、ビタミン B 群とあとはですね、ミネラルが必要になります。で、ミネラルは主にカルシウムと、マグネシウムになるんですけれども、こちらの、成分はですね、神経伝達がですね、正常に保たれるようになるということと、あとは筋収縮が正常に行われるためにも、このマグネシウム、カルシウムというのは必要になってくる成分です。で、ビタミン B 群の方もですね、主に B1 と B6 と B12 なんですけれども、神経伝達物質が作られたりですとか、材料になったりですとか、あとは、その神経伝達の、が正常に働くようになるために使われますので、やはりですね、そういったものも、重要になってくるかと思います。で、こちらのビタミン&ミネラルにはですね、その、ビタミンとですね、ミネラルが、入っておりますので、ぜひですね、こういったものもご活用いただければと思います。あとはですね、瞬発系の競技というのはですね、結構無酸素で行われることが多いかと思います。で、こちらのクレアチンなんですけれども、クレアチンはですね、私たちの筋肉の中にクレアチンリン酸という形でいるんですけれども、クレアチンリン酸はどういう働きをするかと言いますと、無酸素運動の時にですね、エネルギー、私たちの体の中の ATP といわれるエネルギー源ですね、エネルギーが使われます。で、そうすると、無酸素の時ってそこからエネルギーをですね、通常は作り出すことができないんですけれども、クレアチンリン酸がですね、筋肉にしっかりとありますと、そこからもう一度ですね、使ったエネルギーをもう一回、作り直すことができて、その無酸素で全力でですね、できる運動量というのが、運動時間がですね、少し長くなるということが、期待できるかと思います。主には30秒未満のですね、競技で、
そういった効果があるというふうに言われているんですけれども、ですのでね、そういった短時間で、爆発的な力を使いたいという時にはですね、しっかりと、クレアチンを、筋肉に、溜めておく、クレアチンリン酸として溜めておくことが、重要になるかと思います。そしてですね、爆発的なパワーを、生み出す時にはですね、やはり筋力もしっかりと、ないとですね、その力というのが出せないかと思いますので、やはり、筋肉をつけるというところでベースになるのは、プロテインになるかと思います。ですので、瞬発系の、競技の方にはですね、私がおすすめさせていただくのはこの、BCAA と、ビタミン&ミネラル、そしてクレアチンと、プロテインをおすすめさせていただきたいと思います。で、飲むタイミングなんですけれども、いつも言っている通り薬ではないので、この時間に絶対飲んでくださいというものはないんですが、リアルスタイルとして B レジェンドとして、おすすめさせていただくとしますと、一例をちょっとご紹介させていただくと、まず朝ですね、起床時に、寝ている間、タンパク質補給ができていませんので、起床時に、プロテインを飲んでいただいて、そして、朝食ですね。朝食の時にこちらのビタミン&ミネラルを飲んでいただきます。やはり朝食ってちょっと時間がなかったりして、栄養が、偏りやすくなっていますので、ぜひビタミン、ミネラルを、しっかりと朝食の時に一緒に補給していただければと思います。そしてですね、練習やトレーニングをする前には、こちらの BCAA と、クレアチンを、使っていただいて、血中のアミノ酸濃度を高めたり、酸素運動で高強度のトレーニングをするときなんかにも、クレアチンが、そういった力にもなりますので、こちらを使っていただいて、トレーニング後、練習後にはですね、筋構成が促進されますので、プロテインを飲んでいただく、筋修復にもつながって、リカバリーに怪我の予防にもいいかと思いますので、そのタイミングで使っていただいて、で、また夕飯の時にですね、ビタミン&ミネラルを2回に分けて取っていただくのがいいかなと思っていますので、1日に8錠なんですが、朝4錠、朝食の時に4錠、そしてで夕飯の時にも4錠取っていただくといいのかなというふうに思います。ぜひ参考にしていただければと思います。では本日は瞬発系のアスリート向けのおすすめのサプリメントをご紹介させていただきました。ありがとうございました。